おじか町は、長崎県の五島列島北部のおじか島と周辺の、島々を行政区域とする町で、北松浦郡に属する。春にはおじか国際音楽フェスティバルがあり、多くの観光客が来島する。2004年より、九州自家をモデルとした近丸が、おじか町のマスコットキャラクターとなっている。おじか諸島。おじか島松原公園付近により望む五島列島の、北。 佐世保市の浮島と新上後島町の間に位置し、小鹿島とその周辺に散在する大小17の島からなる。町の中心部は小鹿島の南部にある笛吹地区で、この付近が最も人口が多い。笛吹号各地名とも最後の号は号と読む。住所表記として用いられる里の他に、行政上の単位で自治会としても用いられる。 行政区の所属についても併記する。まだら島号の大阪遺跡から2万5000年前のものと見られる旧石器時代の石器が出土している。また、縄文時代の遺物が小鹿空港付近の殿崎遺跡で出土している。旧藩時代、明治昭和平成小鹿漁港町の中核産業であり、恵まれた魚場を利用し、ブリ、ヒラス、イサキ等の一本釣りを中心に再改装。 エえナわ、ハエナわ、さしあシしーラツケ等の漁船漁業が行われている。また、水産資源を守り育てるため、アワビ等、魚場や魚具サイホサイズ等の自主規制や、地魚の放流、アワビの種苗生産、イカの人工産卵床の設置、藻場の維持、回復への対策など、資源保全活動にも積極的に取り組んでいる。年度から年度にかけ、 主要魚種のイサキとタチウオをそれぞれ、近崎、タチウオを白銀と名付け、ブランド化を行い、販売促進を行っている。肉用牛、米を基幹作物として、ジ、エンドウ、メロン、ブロッコリーなどの土地利用型作物が産地化され、規模拡大が図られている。物産展やインターネットを用いた販売によって、町の特産の販売促進を行っている。 恵まれた自然を生かし、農業、漁業等による体験、交流を通して活性化を図る体験型ツーリズムをキーワードに事業を展開し、海、農業、自然を包括的、総合的に体験できる島暮らし体験型観光、アイランドツーリズムを推進している。事業推進のため、2007年から行政や住民が参画して構成する NPO 法人を自家。 アイランドツーリズム協会に観光の間独自を一本化している。小ジカ空港ターミナル小ジカ港ターミナル小ジカ、笛吹き港流行小ジカ島の南部に小ジカ港があり、佐世保市や福岡市からの航路が発着している。向かい側に隣接する小ジカ笛吹き港からは、町内の六島、野崎島、大島への航路があり、小ジカ島北部の柳港からは、おさめ島、寺島方面の航路がある。 国道はなく、一般県道と町道が走っている。一般県道上島神社半島の玉石王決。ありがとうございます。